この時間は湘南対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはスタッドとサジテールで行われます。日本国国歌お聴きいただきます。湘南がこの試合は 3-5-2 のシステムで立ち上がりに臨んできました。まあ、彼女の中心に割と昔からある主流のシステムですよね。そうですね。まあ、3バックなのでサイドハーフが縦の運動量、まあ、戦術理解を必要としますよね。まあ、守りになった時にはほぼ 3-6-1 のシステムと変わらないですよね。ただボランチの周りが非常に重要になってきますよね。なるほど、ボランチなんですね。ここからの視野は前線の動きからスペース、サイドの位置まで全てが見渡せますからね、はい、またレジスタを置くパターンもよくありますけども、その場合自分の前のスペースを味方が作ってくれるので、うん、例えばフィジカルが弱くても伸び伸びと落ち着いたプレーができますよね。なるほど、まず前半見ていきましょう。湘南対日本、エキシビションマッチをお届けしてまいります。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね、うん、なるほど、まずは立ち上がりです。これはどうだ。あ、これファール取らないですか、レフリー。岡本うまくいなしてますよね。縦へのボール、堂安、柴崎、ゆるく狙ったボール渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。長いボール縦へ、吉田、山田、石原、大きく縦へ、堂安、橋本へ、柴崎、長友へ、長友、柴崎へ、酒井、酒井から伊藤、酒井へ、いけるか、上げる、中央へ、ちょっと伸びてしまいました。このパスを防ぎます。石原からのスルーパスは通りませんでした。堂安、堂安から大迫、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。橋本、サイドを使います。
梅崎チャレンジはしません。後ろに流す。上田長友15分が経過、前半です。湘南、前半ここまでまだこれといったシーンはありません。一旦前を取る。素早いパスで攻め上がっていきます。大迫、あと少し。今のは惜しいシーンでした。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。長いボールを送ります。石原大岩山田湘南最終ラインまでボールを下げる。柴崎伊藤柴崎へ堂安梅崎縦へのボール石原石原からスペースに出る。この位置でボールを受けます。ロングフィードで狙う。浮かせて裏を狙いますがこれは合いませんでした。ボールを下げてリズムを作るか。山田大きく縦へ ここは体を張ります。大迫から鈴木ここ来ましたよ。この柔らかいパス梅崎梅崎へ大岩さあここでカウンター。上がってきますね。チャンスを演出できるか。緩いボール上田危ないシーンでしたがここはクリアの対応。酒井伊藤抜きに行きます。伊藤からファーサイドわずかに合いません。日本これは奪い返します。長友へ前半29分が過ぎました。サイドへここは間合いを取る。柴崎さあどうする。シュート岡本大岩中村へ梅崎伊藤いいプレッシャーです。大迫堂安に渡るスルーパスこの位置で受けるどうだクリア。このピンチをなんとか出します。シュートいやーよくこれ守りましたよね。
まあ、いる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。このボールは日本、長友、攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です。湘南、ここまでは前半いい試合展開ですよね。そうですね、失点もなく守備に集中できてますよね。うん、右サイドへ振って撫でるようなボールタッチ、山田、チャンスになる、山田ボールを受けてどうだ、クロス、日本はあわやというシーンでしたがここはしのぎます。橋本、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。さあ上げる、中央へ、中に合わせてくるか、柴崎奪います、仕掛けるタイミングを図る、来た、これはシュート、伊藤、ここはすぐ奪い返します。日本、柴崎、梅崎、湘南、最終ラインまでボールを下げる、中村へ、梅崎、長いボール縦へ、いいプレッシャー、さあ鈴木、山田、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。大迫、大迫から鈴木、さあ鈴木、アーチのようなパス、絶好の位置で受ける、鈴木この飛び出しは北澤さん、いや良かったですよね、このタイミングって。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。前半0対0、お互いに決め手を欠いた前半、ゴールネットを揺らすシーンはありませんでした。ここからですよね、前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていったでしょうね。湘南対日本、0対0のまま折り返します。後半スタートです。0対0で入っていく後半です。日本、なかなか前にボールが運べません。柴崎、届くか、このボール一気に前線へ、大岩、岡本、柴崎、組み立てながら攻め上がっていく、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。石原、中村へ、堂安、柴崎へ、大迫、どうする、裏のスペースを狙う、シュート、ようやく均衡を破ります。日本、橋本、北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。日本、先制ゴールが決まりました。1対0。
1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。中村、もう一つ前に行きたい日本、ここもしっかりディフェンスしました。堂安、長友、長友から縦へのボール、大迫、サイドのスペースへ走らせる、日本奪い返します。橋本、さあ鈴木、シュート、ゲット、日本リードを広げました。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。回している選手同士でこうメッセージのやり取りというかね、誰がフィニッシュをするのか、そのあたりにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ生まれたゴールじゃないでしょうかね。素晴らしいですね。さあ日本、さらに1点を追加し2対0としています。立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。はい、梅崎、梅崎へ、山田、中村へ、ふわっと裏を狙う、ここで受けて丁寧に足元を使う、どうだ、お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりとしていかなければいけませんよね。山田、ここは対応します。石原へ、さあどこに出してくる、石原、大迫、大迫から右サイド、橋本から大迫、鈴木、ここはいや、もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュート打てますからね。長いボール縦へ、日本は先ほどからゴール前中央付近に集中して守備を固めているようにも見えますが、北澤さんいかがですか。そうですね、人数かけてますよね、相手の攻撃をクロスに絞って、はい、なるべく選択肢を与えないようにしてますよね、まあ中の人数が増えて数的優位を作りやすいので、はい、スペースはできにくくなる分パワープレーに集中した形になりますよね。なるほど。クロスを選択、山田対応します。さあつながるか、これはつながりませんでした。ふわっとしたボール、ドリブルで上がる、これはちょっとコントロールできませんでした。中村、ここまでご覧になっていかがですか。北澤さん、湘南としては、まあ、リズムつかめてませんよね。リズムを意識してこう縦パスを入れていくとか、シュートまでの形を少し変えるとか、その辺でしょうね。
柴崎。日本としては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね、これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね、サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、うん、そうすることで中央にスペースができるので、はい、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。柴崎チャレンジはしません。後ろに流す坂井、裏を狙う鈴木から伊藤、大きく縦へ湘南、最終ラインまでボールを下げる橋本、スペースを狙う大迫、中央へ、これはクリア。柴崎へ、裏へ届くか、シュート、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですね、チャンスありますよね。さあ長友へ、どうだ、吉田ピンポイントで合わせてきます。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。橋本今日2点目です。さあ日本フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。ボールを下げてリズムを作るか、中村、梅崎、山田、大迫、体を張ります。伊藤、パスでつないで攻め込んでいきます。日本、橋本チャレンジはしません。後ろに流す伊藤へ、伊藤から大迫、梅崎、このボールをカットします。大岩、岡本、また中央へ、ふわっと裏を狙う、ボールの奪い合い激しいものがあります。このパスはキーパーへ、このスルーパスは通りません。裏のスペースを狙う、さあ裏を狙っていきましたがこれは合いません。両チームともメンバー交代があるようです。山田、ここは奪います。石原へ、これ仕掛けるか、山田、梅崎、山田、梅崎に渡る、山田、ここで丁寧にコントロール、中村へ、さあ左へ預けて、ここで丁寧にボールを扱う、中村へ、湘南としてはちょっと残念な、シュート、
ベリントンもここから狙っていきました。ちょっと焦っちゃいましたがね、ワントラップで打っていくにはボールの置きどころが悪かったようにも見えますけどもね。山田、ここはいいプレスで奪います。ゆるく狙ったボール、長友、堂安、うまいですね。柔らかいボール。日本一旦クリアで落ち着かせます。大迫、伊藤、それだから攻めていく。大迫、この試合アシストを記録しています。強引には行きません。長いボールを送ります。山田、岡本、また中央へ、中村へ、スルーパスを狙う、いけるか、シュート。日本はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。さあ、ともに選手交代があるようです。ウェリントン、さあ右へ預けて、緩いボール、ここはつながりません。山田、岡本、中村へ、柴崎、積極的に足を入れてきます。ここ来ましたよ、足元大事にいきます。縦へのボール、山田、ここは対応します。大岩、ここで笛です。3対0、湘南敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。湘南としては自分たちのスタイルが今日は見えにくいゲームになってしまいましたよね。それがそのまま結果に現れてしまったような感じだったので、チームとしての課題を見直す必要があると思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。湘南3対0で敗れています。